おはようございます。西田備長炭と申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけど今回これやります。キャンプ旅行きます。ジョセフ YB50 という原動機付き自転車ですね。 50cc のバイクでですね、ちょっと関西の方回って帰ってこようかなという旅に出ようと思ってます。まあ旅といってもプチ旅、まあ、10日ちょいぐらいを予定してますね。予定してますねっていうのはマジでざっくりとしか決まってないんですよ。なるべく全部キャンプでっていうのを思ってます。で、関西の方で5日後に用事がありまして、そこがとりあえずの目的地になるっていう感じなんですよね。キャンプするにあたってコーヒーをしっかりと楽しみたいっていうのが一番のやっぱ目的であるんですよ。コーヒーにちょっと振ってます。かっこいいなみたいなコーヒーのセットをですね組み込んだんで、豪華なキャンプ飯とかはもう多分出てこないです。もうこれから出るんですよ、マジで。もう3、4時間後ぐらいに家を出ます。迷ったらもうね、行かないじゃないですか、人って。行くっていうことを決定したんで、もう簡単です。行くだけなんですよね。行くから、なぜなら。はい、ということで日本の真ん中あたり、自然の中でコーヒーを飲みまくってまいります。とりあえずの目的は長野県松本市コーヒースタンドハイファイブ、そこでコーヒーの豆を調達してから回ってまいります。よろしくお願いいたします。いやー、すごくないですか。今日は松本のキャンプ中、ありがとうございます。おはようございます。なんやかんや準備してるうちに朝になりましたんで、めちゃくちゃ天気いいんでちょっと行ってきます。とりあえず今日松本まで行って、で松本のキャンプ場で一晩寝ようと思うんですよね。キャンプ7泊とかそのぐらい泊まると思うんで、なるべくね安いところでちょっと行きたいと思ってんですよ。高規格キャンプ場とかは高いとかだと本当にソロでも3、4千円行くとこだと5千円ぐらいかかっちゃうんで、普通の旅行より金かかるんじゃないかみたいなことになるんで。今どこだこれ、群馬とか書いてたかな、さっき群馬通るんだねっていう感じですよね。ちょっと後続車が続いてたんで一回避けて僕が乗ってる原付 50cc で、高速道路乗っちゃダメなサイズなんですよね。なんで高速道路なしのルートで調べると案外そっちの回って通る道も出てくると。松本以降はマジノープランなんで、キャンプ場探しながらっていう感じになりますね。割とね、無料のキャンプ場とかあったりするんで、多分調べればいっぱいあると思うんですよ。じゃあまた6時間ぐらいかな、松本にとりあえず打ち込みたいと思いますね。間に合うかなこれ。風が強くなってきた。行ってきます。これ今峠を走ってるみたいですね。看板に地獄の文字が見えました。まず原付はパワーが弱いんで、ちょっとジョセフが心配ですけども、景色がすごすぎてちょっとカメラを回すんですけど、トンネル入った瞬間にめちゃめちゃ寒くなりました。音がでけえ。これ後続のトラックの音がでかすぎてもう全然響かないですね。峠打ち越えたっぽいですよね。あと下りっぽいんで、いやジョセフこれに耐えてくれましたわ。いやーすごくないですか。でかい、いろいろと。もう完全に間に合わないことが判明しましたね。思ったよりがっつり峠だったんで全然スピード出なかったですね。ありがとうございます。もう閉店時間30分以上越しちゃったんですけど、待っててくれると言ってくれたんで。あったー、着きました。よいしょ。すげえ久しぶりというか、割と最近来ましたね。失礼します。お久しぶりです。原付来ました。あー疲れた。割と最近来させてもらったんで、動画反応があったのちょっと嬉しかったですね。反響がなかったらちょっと申し訳ないなと思ったんで。あ、本当ですか。あ、いっぱい入ったっすね。お久しぶりです。道間違ったのか分かんないですけど、ゴリゴリに遅れたんですけど、これオリジナルの T シャツっていう。違います。前回ブレンドに触れなかったっていう事実があったんですけど、実はブレンドがあると。ハヤテブレンドっていうのをいただきました。何が入ってるか全く分からないんですけども、寒すぎるんで非常にありがたいですね。あれ、ハヤテブレンドの実食言ってなかった。実食ブレンドって一種類ですか。そう、ハヤテブレンド実食。ブレンドの内容を言ってもいいですか。エチオピアのナチュラルと、あとガテマラと、コロンビアとニカラグアなんだけど、めちゃめちゃ入れてる。4種類が全部同じ配合で入ってて、ちょっとエチオピア香るけど、基本的には中南米でまとめる。本当に普段飲みにすごい。そうそうそう、そう永遠に飲めるブレンド。絶対に同じ配合で4種類にしたくて、そういうことあります。全部同じように入れてバランスが合う
組み合わせをずっと探してるんですよ。ああ、トリップバッグのやつもあるんです。あ、スペシャルティー全部そうなんですか。そう、結局定義的にはお客さんが美味しいって思うとこまでがスペシャルティーじゃん。はい、なんか誰かが点数80点以上にしたからってそれはスペシャリティですよってなってるけど、出すまでスペシャリティって歌えないじゃんっていうのを定義じゃん、うん、なんとなくその人が決めるぐらいの。そうそうそう、だから本当はお店からはスペシャリティですとは言えないんだけど、うん、でもスペシャリティですって生豆が出てるからそうなんだなと思っていや言ってるけど。確かに変えてブレンドはちょっと今回の企画の最初の豆ぶち込もうと思うんで、オンラインにももちろんあるってことですね。そうですね、ステッカーをね勝手につけますみたいな言ってたけど、ステッカーないんですかって、はい、3日目ぐらいに来たお客さんにはもう出せなかった。なんならプラス1枚で西田君にもらった1枚を携帯の裏に入れてたんだけど、はい、それもなくなったからどうしても欲しいっていうお客さんがいて、追い剥ぎにあったって。じゃあこれでってハイパイバージョンで青頭バージョン作る。ここの店だってみたいなそれ確かに面白いという感じです。はい、よろしくお願いします。行ってまいります。どこまで行く。今日は松本で寝ます。200円で泊まれると発見した行ってきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、わかりますかね、この先なんですよ今日一発目のキャンプ地。えぐくないですか。エンジン消すと、本当にね、電気消すと一個も光ないんですよね。結構マジで怖かったんですけど、本当に他のキャンパーさんが急遽キャンプすることになったっていうのを聞いてマジで安心しました。なんか明かり見えたんでね、向こうの方走ってたら。ちょっとね、ハードですね。ただ1日ここね200円で使えるんで、はい、行ってきます。怖いな。はい、安すぎてわからないですね。飯食います。スーパーに寄る時間がなさすぎて受付ギリギリでここに入れたんで、これが今日の晩御飯になりますね。コンビニ丸出しかえげつないんですけど、外で食うこういうのはね何食ってもうまいんで。晩飯食い終わったんで早速ですね、このさっき手に入れたハイファイブのハヤテブレンド、うまかったですね。うまいっていうか、うまいんですけど、マジデイリーユースで再調節あるなっていう感じなんですよね。チューピアムナチュラルが入ってると結構こだわって作ってることなんで、今回はですね熱源アルコールストーブでやろうと、そういう感じになってます。10時間前後ぐらいバチクソに乗ったんで、コーヒー飲んで歯磨いて寝ますという形ですね。詳しくはですねネクストデイ。今お湯沸くのを楽しみに待っていたところなんですけども、とんでもない事実が発覚しましたね。ハイファイブでですねペーパーフィルターを買おうと思ってたら忘れましたね。ということでフィルターがゼロな状態になってます。マジで半端ねえと思ったんですけど、たまたまっていうか、さっきのハヤテブレンドのドリップバッグをわからずもこれを使うというプロっていうね。というわけでサーバーとかドリッパーを使わないという形になる。いやマジで助かった。これなんか宣伝みたいな感じになってますけど、これとマジで忘れました。明日どっか買ってから行かないとな。うわ寒くなってきた。あ、でもやっぱりでもドリップバッグにしては色が浅めな気がしますね。来た、いた。今日もですね、前回の失敗を教訓にせずに、あの寝袋持ってきてません。はい、まあ大丈夫ですね。まあ旅の装備はね、それはそれでまた後ほど伝えようと思います。よろしくお願いします。光量えぐい。めっちゃ可愛くないですか？後ろであれつくんですよ、ライト。わかりますかね、この暗さ。さて、もう寝るのですが、寝袋を今回持ってきてないって言ったじゃないですか。その代わりに持ってきたこのサバイバルシートなんですけども、すごいことになってます、これ。何これ。金色を外側にして寝ると保温効果があるみたいな。で、裏側にすると断熱か。ちょっとこれで試しに寝てみますね。これでもし暖かかったら、コンパクトすぎる掛け布団っていう感じになるんでね。ただね、パリパリうっせえので、違う意味で寝れない可能性はあります。おやすみなさいませ。いや、これ、寝れたなぁ。いや、普通にまあまあ寒かったけど、ね、前よりも裏着を持ってきたっていうこと。これもらったせいかなんですけど、前より気温低かったけど、全然寝れたぜ。夜に来たから朝の景色知らないっていうね、ファンタスティックな展開になったんで、ちょっと開けるの楽しみですけど、
と俺さあ、はあ、よくないですか、ここ200円ですね。この僕のカメラの後ろの方、こっちが変わってる感じなんですよね。今現在ですね、時間言ってなかったですけど4時半ですね。早すぎ、まだ日が昇ってなくて寒いんで、この中で、ね、コーヒー飲もうかと思ったんですが、ペーパーフィルター忘れました。フィルターないの忘れてましたね。というわけでこれかな。やっぱこれでちょっと目を覚まして、ゴリゴリのコンビニ飯ですけど、毎回マジでカップ麺とかだったらお花がバラバラになっちゃうかもしれないよね。で言うてる間に来てますね。スーパーのドライヤー、片付け完了しました。じゃあ早く風呂に。こういうとこだったんすねっていう全貌を朝起きてから知るっていうね。まあそれはそれで割とオツな、鳥がすごい鳴いてる。今8時ぐらいになったんで、風呂ぶち込んでネクストシットレッツゴー。よいしょよいしょ、出ました。マジですぐそこに川が、サスペンションあたりがキュルキュル言うようになっちまった。油させばこれは治りそうですが、まず全然夜と景色違う。でそしたら2日目、目指すはですね、岐阜かな、岐阜のなんだっけ、あそこなんだ、それ関西でとりあえず行く場所は兵庫なんですね。兵庫のトベラコーヒーイベントっていうんですかね、そういう感じで行くんで、そっから逆算して、まあ、あと3日あるんで距離を3分割して大体その辺で泊まっていこうかなっていう感じで、どこだっけな、さっき調べたキャンプ場忘れた。昨日ほど走らないですね。昨日合計で多分200〜230キロ走ったんですよ。もうちょっと走ったかな。で結構時間かかったんですけど、今日はそんなに多分走らなくていいと、150キロ、160キロぐらいって感じなんで、多分夜もうちょっと余裕あるんじゃないかなっていう感じですかね。まあ、最高日が沈む前にそのキャンプ場に着いて、タープとかいろいろ貼ってっていう感じですね。あとペーパーフィルター買うの絶対忘れないようにしないといけないと。すごいな、ここね、マジ夜光なんもなかったですからね。こんなんで、いっぱいやから。ガソリンも昨日また2日で。で、ガソリンいくら使ったのか、どれぐらい使ったのかっていうのを全部メモっていこうと思うんで、それちょっと個人的にも面白そうだなと思ってます。燃費40、リッター40以上あったら嬉しいなと思ってるんですけど、はい。ちょっとそれもつけていきたいと思います。